操り人形みたいな、うん、こういう感じにしときたいです。ないで肘から降りると、うん、ピーンと張った状態でこっちが降りる、うん、こういうイメージですね。こういうイメージでやるのが2両目、3両目、最後5両目が来るから倒れる。今日やりたいのは肘の動き、うん、で、握っちゃうと反応されます。で、この口ですよね。で、ただ握るとこの指がずれちゃう。これ表現しづらい、見えないからな。で、このまま引くとこうですよ、うん、で、このままこの状態をキープしたいんですけど、ここの握りが合ってないと、一回一回持ち上げることになるので、ここに引っ掛けてこう、操り人形みたいに、うん、こういう感じにしときたいです、うん。そこをやってもらっていいですか。こういう感じですか。それだと、親指と、合ってないんですね。親指と合ってない。ここの、中指とここが合うように持ちたいんです。こういう感じですか。うん、うん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 。ああ、もう一回、ただ握って、普通に言うとこういう感じです。と、親指とここが合ってないんですよね。なんか、こう、あ、上げるの辛いですね。うん、ですよね。そう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 、こういう持ち方なの。うん、うん、そうそうそう。で、多分通常の人って、握るときこう握るから合わないんですよ。親指が突き出すことでここで、ただそのままだとこう握る感じになっちゃう。こう通常はこうですよね。この手で持たれるとは、合わないですよね、ここが。合ってない。で、親指突き出しで、あ、それで、そうそうそう。合わせるってこういうことなんですね。うん。なるほど。この親指の突き出しは大切なんですよ。うん。で、今、肘の方向に引くと崩れますよっていう形ですよね。うん、で、次、これで、今の感じを出したいんですけど、乗っかって落としてやるぞだと、もう ここにトリガーになってお互い降りない。踏ん張ります。で、ここはだから触れてなく肘が降りて、降りると。まあ、絵的にこれのが分かりやすいの。で、ここ引っ掛けて下ろすぞだとこういう反応で、ここは、本当は触れてるんですけど、触れてないで肘から降りると、あ、いいか。何もしない、これか。え、これないの？今やっぱ手から引っ掛けてぶら下がって肘だから反応し。と、あとやっぱこっちが今ずれますよね。左手が。そう、こっちばっか気にするから、で、たわんでるってことですよね。あ、これを持ってもらって、たわむと、いくらこっちうまくやっても、ああ、踏ん張ります。これで分かるように結構引っ張りますよ。はい、これで、ちょっとこういうバランスにしてるんですよ、うん。で、これをキープしてんですけど、下ろすときにたわんじゃうと、踏ん張ります。だこっちがめちゃくちゃ重要で、ここで、ピーンと張った状態でこっちが降りる。だこっちは変わっちゃいけないんですよね。左手は変わっちゃいけないんです。逆に、じゃあ、たわんどいて、この時に、こっち、
引いた状態でこっち側ってのは、うん、こっちはだからかけるとき、こういうイメージ、こういうイメージがあれば、一番良くないのは、テンション取りました。かけるときに、こうやると伸びていっちゃう。あ、それは踏ん張ります。気持ちだから、こういうイメージですね。こういうイメージでやったのは、これがたわんじゃうと、こっちが強く感じられちゃうんですよね、相手としては。そうです。うん。こっちのピンピンと、なんか、糸がピンピンとなった状態の方が、こっちはすごい弱くても。これ引っ張りすぎてもいけないんです。そう、今、引っ張りすぎると、工藤さんが肩でギュッとやってるのを感じる。うん。今押したときたわんだ。これ今のない。やっぱ、意識が抜けちゃうんですよね。だから、ちょっと付き合うんで、ずーっと引きながらこっち。引きながら、ああ、そっち、そっち、そっち。結構こう引いてるイメージ。うん。だから意識は飛び出しちゃいけない。あ、ずーっと、ああ、はいはいはい。そうすると右手は、ほぼ、ちょっと何もやってないんです。そうそうそう。だから、もう一回、わかりやすいように、あ、こうなってんだから、もう、ほとんど質、わーっていう感じ。重要なのは、この反対の、うん、かけるこの手ではないんです。それが引いといて、かけるとき、ずれちゃうんですよね。あ、こういう感じですか。なってます。うん。うん、そうそうそう。かけ、だからか、技かける方より、その持ってる方の手がめちゃくちゃ大事です。こういう感覚なんだ。うん。うん、そうそうそう。その時にこういう引きはいけないんですか？うん、そこがちょっと動画上わかんない。そこを。僕ら引くって言うとどうしてもこう肩を使って、こういう、うん、こういう引っ張りを上げるような形になっちゃう。ここが難しいんですよね。ここまでいい感じなんだけど、うん、こう使っちゃうんですよね。あ、これがうまくいかなくて、この辺から自分の方にこう引き寄せるから、ここが踏ん張ります。で、それがちょっと両手で持ってもらっていいですか。今のここの感じは相手に気づかれないように寄ってきます。で、こう使っちゃう。わかります。ここで変わっちゃうじゃないですか。こんぐらいなのがいいか。こう寄って、おーってなってるのに、こう引いたら変わっちゃいますよね。変わりますね。これはずーっとキープして、ジェットコースターが、ここが5両目だとしたら、1両目がねねねねって上がってって、1両目から降りて2両目、3両目、最後5両目が来るから、倒れる。それがせっかくジェットコースターナナナナナと上がってきました。で、1両目から下がらなくちゃいけないのに、5両目からガーンと来ると何も響かない。これ全然耐えられない。そうですよ。で、1両目上がってって、2両目3両目だん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 上がってって、1両目2両目3両目4両目5両目で、そういう感覚なんです。うん。だから早くやる練習ってあんま意味ないんで。ああ。ごまかしてやっちゃうことになる。瞬発力じゃないんです。うん。こうやっちゃうんです。うん。今全然響いてる。まあ、程よくわーってなったんですけどね。これは何がいけない？いやいや、急に引っ張るから反応しちゃう。そんな、イメージしてもらって、ジェットコースターの1両目、
ここで引く感じをめちゃくちゃ。あくまでもだから肘から折るの。これが強い。このテンションでわーってなってんだから、あ、こんなになってるんですよ。もうそんないらない。だから肘から、1両目から降りてもらって5両目が降りる。いや、まだ強い。なんか2両目からガーンと突っ込んだら。この今、ふわーっとしてるので十分なんで、肘から降りてもらえる。いえ、手で引っ張ってる。もうわーってなってるんで、肘から、レールの上に降りてもらえば。引っ張ってる。これでも引っ張ってるんですか？押してみようか。うん。そっから、うんうんうん。もっといらないですけどね。もっといらない。肘からは、もうこのレールに、ズーンと降りてもらえば。あ、はい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 。と足の踏ん張りですかね。やってなさ感が全然こう自分の中でこう消化できないんです。あ、要はあの持ってもらって今ここまでちょっといい釣り合いなのに、うん、こういう引きをやってるんですよ。ここはもうだからふわふわなんだけどここは取ってて、でこっからスルーと下のみたいな、うん、そんなだから踏ん張りはいらないですよ。そこで程よく取って、そう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 って言う。このぐらいの感じなんですか、ね、うん、どうしてもこうしたくなるんですよね。こう引っ張りたく、こう下にこう引きずり下ろしたくなる、この感覚が。うん、で、今の感じのところが、1両目、2両目、3両目、4両目っていう感じ。それがみんな、ここはうまくいくんだけど、肩がトリガーになって、こう引くんですよね。わかります。だからそれは、やらずに、ここは、5両目が最後で、肘から降りて最後。と、そうか。あと、ここの程よく取ってないといけない。こうなっちゃうと、わかります。うん。もういかない。ここはだから程よく、ここがでも勘違いされちゃう。さっきはピンと張ってたからわかるけど、ここは、でもある程度相手も頑張ってるから、肘曲がってても、このまっすぐのテンションと同じことをやってるんですよね。あとこれ伸びてる感じだし。うん。まあ言わなきゃわかんないレベルですけど、でもこれで持ってこうしちゃうと、これは、すぐ分かります。バランス取っちゃうんですよね。だから程よく取ってて、こっちだけする。うん、これが強いな。肘からぶら下がり、ああ寄ってきちゃった。ああはいはいはい、おお、うん、こんな感じですね。ああはいはい、おお、ここ自分の意識で持ち手の方を、うん、右方向にずーっと、そのぐらい意識した方がいいかもしれないですね。でうまくいったらあキープこっちみたいな、うん、反対にいったらこうおろそかになりがちなんで、ああ最初はこっちばっかり一生懸命倒す方を一生懸命、かける方の手を意識してしまって、そしてもこう持ち手の方はあまりこう気にしてない。だからやっぱ別個に考えないで、なんかこれでお互いこう釣り合ってんだよっていう、うん、こういう感じにこうは入ってきた方がいいですよね、うん、これがなんかこっちなしで、あ、うん、全然響かないです。だからなんか本当仲良くしてんだよっていう感じにこうはシュッと入ってきた方が、うん、そういう感覚で技に入るんですね、うん。それがここがなんか強いと、もうここで対立してるんですよね、うん、こうやっちゃうと、ここはだから
優しくちょっと取ってあげることでもう来てもらってるから立てる。そういうイメージですね。わかりました。はい。この感じで、はい、はい、終わります。